朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である、労働党と国家武力の最高指導者金正恩同士が8月24日新しく開発した超大型ロケット砲のテスト射撃を指導しました。党中央委員会と国防科学部門の指導幹部たちがテスト射撃を共に指導しました。金正恩委員長は超大型ロケット砲兵器システムの開発状況について聞き、テスト射撃の命令を下しました。テスト射撃を通して超大型ロケット砲兵器システムの全ての戦術技術的特性が計画された指標に正確に達したことが検証されました。金正恩委員長は超大型ロケット砲兵器システムの巨大な戦闘的威力を見てとても喜びました。金正恩委員長は本当にすごい兵器だ、我々の若い国防科学者たちが一度見たことのない兵器システムをただ自分の頭で着想し設計して一挙に成功させたが透明だ、大きなことをしたと高く評価しました。そして今日何よりも嬉しいのは、新鋭兵器の開発の過程を通して主体的国防工業の飛躍的発展を担っていく若手のそうそうたる人材部隊が育成されていることだとし、この人たちは千万金にも変えられない国の尊い宝財産である、党に忠実な才能ある国防科学者技術者がいて主体的国防工業は絶え間なく発展するだろうと誇りに満ちて述べました。また我々が開発し完成した一つ一つの主体的兵器には国と人民の運命と未来の責任を持って諸村式社会主義を固く守っていく強力な戦争抑止力をもたらした諸村労働党の偉大さと、その導きに従って愛国の血と汗を惜しみなく捧げる我が国防科学者の清らかな心が凝縮されていると述べました。さらに8月24日は本当に忘れられない良い日だ、3年前のちょうどこの日、我々は世界的にいくつしかない戦略潜水艦弾道弾水中テスト発射にも成功したと感慨深く話し、折り重なる試練を乗り越えて戦略兵器を開発し完成した忘れられない日々を愛する戦友たちと共に振り返りました。金正恩委員長は我々の国防工業の重要な使命は国家防衛力を鉄壁のように固めて党と革命、国と人民を守り、革命の最後の勝利を裏付け社会主義強国建設を先導し積極的に促すことだとし、我々の力を我々が求める水準に引き上げるための攻撃戦を屈することなく繰り広げて敵対勢力のエスカレートする軍事的脅威と圧迫攻勢を断固制圧し粉砕する諸村式の戦略戦術兵器の開発を引き続き力強く早めなければならないと述べました。朝鮮人民の祖国解放戦争を輝かしい勝利へと導いた偉大な金正恩主席の業績を称えて、各国の人から祝電と祝賀の手紙が送られました。チェコ共産党21中央委員会職長は、朝鮮人民の偉大な指導者である金正恩主席が反帝闘争の旗を高く掲げ歴史的勝利を収めて朝鮮の自主権を守った、朝鮮人民が収めた偉大な勝利は永遠に輝くと述べました。ドイツのドレスデン地質研究会会長は、金正恩主席の正しい指導のもとに朝鮮人民が戦略者に誓った日が世界の進歩的な人々にとって意味ある日だと述べました。ネパール三人政治支持協会職長は、世界中に轟いた朝鮮人民の勝利が自分の運用の正しさを確信し団結して戦うなら国の独立と自主権を守ることができるということを確証したと述べました。ドイツ反帝フォーラム委員長は、金正恩主席が三人間の苛烈を極める祖国解放戦争の時、世界の戦争史に類を見ない卓越した戦略戦術で朝鮮人民を勝利へと導いたと述べました。戦争諸村委員会委員長は、
キム・イルソン主席が今も世界の多くの革命的人民から熱烈に称えられ深く敬慕される傑出した偉人だと述べました。宣言令に際して20日エチオピア自主政治研究委員会委員長が談話を発表しました。談話は金正恩総書記が宣言政治で朝鮮の不滅の国に輝かせた傑出した政治家だと述べました。そして弱小国が大国に踏みにじられて廃墟と化する残酷な現実、祖国を後にして避難の途についた数百万の人々の惨めな姿、人の援助に自立性を失って一言も物申さない国民を見て朝鮮の宣言政治の正しさを痛感したと述べました。宣言令を迎え、祖国解放戦争勝利記念館の宣言革命勝利のエリアを多くの人々が訪れています。今年に入って、金日成総合大学、人民奉仕指導局、朝鮮軍人民委員会など多くのところの勤労者、人民軍人員、青年学生がここを訪れました。祖国解放戦争勝利記念館の宣言革命勝利のエリアには、卓越した宣言革命指導で人民軍を無敵必勝の革命強兵に育って国の尊厳と自主権、社会主義を守った偉大な金正恩総書記の不滅の業績が集大成されています。平安南道で南北沿線観光地区の建設に力を入れています。建設にあたった道内の勤労者の努力により南北軍所在地の温泉療養エリア、住宅及び公共施設、生産用建物の建設が終盤に入り、数十キロメートル区間の道路工事、河川整備が概ね完了しました。平安の人民大学修道で情報提供を通じた科学技術の普及に励んでいます。ここの研究者たちが国内外の先進科学技術のデータのデジタル化を根気よく進める一方、今年だけでもネットを通じて国家科学院の自動化研究所、キム・ジョンテ電気機関車連合企業所など科学研究機関と人民経済の各部門に必要な2000件余りの最新科学技術のデータを提供しました。セップルカップ男子サッカー競技の国別リーグ戦が22日に終わり、準決勝参加チームが決まりました。 A 組から4人チームと天目館チームが、 B 組から平安チームとセップルチームが勝ち点上位で準決勝に進出しました。平安チーム対セップルチーム、平安チーム対天目館チームの準決勝が25日に行われ、決勝は青年デーの28日に行われます。21日、平安市の生徒たちの手動川渡河競技が行われました。各区域軍から選ばれた500人余りの男女選手が競技に参加しました。村上区域名護新小学校の生徒たちのエキシビションにせいで競技が行われました。今回の渡河競技では村上区域の選手たちが優勝しました。宣言令に際して労働新聞25日付に、偉大な金正恩総書記の宣言革命の業績が社会主義強国建設の万年の礎と断した社説が載りました。社説は金正恩総書記が朝鮮人民軍1960年8月25日、朝鮮人民軍近衛ソウル流言寺第105戦車師団に宣言革命指導の初の足跡を記したのは、朝鮮の革命運動で大きな意味がある歴史的出来事だった。この日にあって、偉大な金正恩主席の自由重視、軍事重視の思想と、朝鮮革命の百戦百勝の伝統がしっかり引き継がれ、国の尊厳と地位、国力が民族史上最高の境地に達した。金正恩総書記の聖なる革命活動の歴史と業績が今、敬愛する最高指導者金正恩委員長の指導のもとに三千と輝いている。共に党の周りに一致団結して、金正恩総書記の革命業績を数年明け輝かせ、社会主義強国建設の勝利を目指して引き続き革新し前進しようと述べています。
諸村中央通信社が総裁が我々に絶対に通じないと題した論評を発表しました。論評は先日アメリカの CNA 研究センターのケン・ゴス局長がホームページザ・ヒールに載せた文で、アメリカの保守層は最大の圧迫政策が失敗したことを認めなければならない、詳細では北朝鮮の決心を変えられないとし、現在はもちろんこれからも制裁の効果はないだろうと主張した。ところがワシントンの総会で飛び交う様々な主張を見ると、アメリカが未だに古い考え方から抜け出せずにいるようだ。一方では共和国に対する軍事的敵対行為に明け暮れ、他方では統一的な我々の自主権の行使を挑発だと罵倒し、より多くの圧迫と制裁を加えるべきだと運営している。またこの5日、アメリカ議会調査局が全ての制裁を解除する場合、北朝鮮にプレッシャーをかける動員が減るだろうと懸念する報告書を発表した。アナクロの妄想から脱せずにいる者たちが制裁圧迫の古い考えをあって、制裁の解除を我々に対する大きな譲歩プレゼントとみなしているのに失笑するだけだ。共和国の国力と高い地位は決して敵対勢力の制裁と封鎖の枠外でなされたものではない。我々には社会主義の明るい未来を自力で切り開く力と土台、我々のやり方の闘争方略と創造方式がある。今我々にとって制裁圧迫と制裁解除などは一個だに値しないもので、何らかの変化も引き出せないということをアメリカは思い知っただろう。今からでも古い考え方から抜け出して現実を直視しなければならないと書いています。以上、この時間のニュース、オウ・ヨンスク、チョジョン軍をお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。元旦に訪ねた舞台、偉大な金正恩総書記は780年1995年の元旦、小松林の中の人民軍の中隊を訪れました。夢にも描いていた金正恩総書記に会った軍人たちは万歳の歓呼を上げました。総書記は指揮官と兵士の手を優しく取り、新年を迎える朝鮮人民軍軍人たちを熱く祝いました。小松林に覆われた舞台の前景を眺めていた総書記は、このようなところを小松林の中の中隊と呼ぶと言いました。この日、強い風の吹く山の上で軍人たちの訓練を見た総書記は、全ての中隊がこのように実践さながらの訓練を行えば、人民軍が一等百の軍隊にさらに強まるだろうと言いました。そして長い間、部隊の戦闘力の強化と軍人の生活を改善するための具体的なことを教えました。部隊の視察を終えて帰ってきた総書記は、人民軍の指揮官たちに、私はこれからも兵士たちと共に土の匂いも嗅ぎ、公園の立ち込める戦場で兵士たちと生死苦楽を共にする最高司令官になると言いました。総書記は軍人がいるところならどこでも訪ね、人民軍を思想と信念の強者一等百の勇士に育てました。この国の至るところには、社会主義を守るため絶え間なく続けた金正日総書記の戦軍革命の足跡が記されています。元旦に訪ねた舞台、高大氏とお話ししました。戦軍の初の足跡、偉大な金正日総書記の革命活動の歴史は戦軍革命指導で綴られています。数十年にわたる金正日総書記の戦軍革命指導は、父
1949年1960年8月25日、朝鮮人民軍近衛ソウル龍源府第105戦車師団への現地指導から始まりました。その日、偉大なキム・イルソン主席と共に部隊を訪れた総書記は、長時間軍人と共にいて部隊の各所を見ました。部隊の戦闘力の強化についての貴重な方を教えた総書記は、軍人会館の前で正門の庇の上に掲げられたスローガンを眺めました。敬愛するキム・イルソン同志を主犯とする党中央委員会を命がけで守ろう。このスローガンは、部隊の軍人たちが敵対勢力の策動で国の内外の情勢が複雑を極めた時、キム・イルソン主席を命を賭して守る思いで掲げたスローガンでした。総書記は、このスローガンは人民軍軍人の揺るぎない信念をそのまま見せるとても良いスローガンだとし、党と指導者を命がけで守るのは人民軍の使命で、さおある闘争の伝統の中核だと言いました。そしてこのスローガンを高く掲げ、朝鮮革命の最後の勝利を早めるべきだと言いました。朝鮮人民軍近衛ソウル龍源府第105戦車師団に戦軍指導の初の足跡を記した総書記は、その時から数十年間戦軍指導の道を歩み続けました。総書記のエネルギッシュな戦軍革命指導によって、朝鮮はいかなる敵も手出しできない不罰の砦となりました。戦軍の初の足跡、東大一と話しました。朝鮮の声放送へようこそ。朝鮮の声放送へようこそ。日本では暑さも寒さも避難までというそうですが、平壌は前は暑さも大体8月15日までで、この日を過ぎるとめっきり涼しくなったものですが、近年は年によって違いますが、今年は8月15日を過ぎてから涼しい風が吹くようになりました。そうですね、風も涼しさを感じ、雨の日や朝晩は薄ら寒い感じさえしますが、皆さんの地方ではどうでしょうか。さて、リスナーの皆さんの熱意によって、朝鮮の声豆知識コンクールは一層盛り上がりを見せています。コンクールの第3問は、朝鮮労働党の教育重視の思想が具現された建造物を2つ以上挙げることですが、このコーナーではそのヒントを与える記事をお送りしましょう。教育重視の思想が具現された建造物。教育は国と民族の繁栄のための国家万年の大計です。敬愛する最高指導者金正恩委員長は、朝鮮を教育の国、人材強国に作る上で教育大学の役割をとても重視しています。金正恩委員長は1906年2017年2月、平壌教員大学を教育の科学化、情報化、近代化が高い水準で実現したモデルとなる大学として立派に作り、国中に一般化するようにして、イノベーションの全ての懸案を解決してやりました。1907年2018年1月、教育発展のトレンドに合わせて増改築された平壌教員大学を訪れ、学生たちが自然と社会に対する幅広い知識を身につけ、知的能力と応用能力、自立性を高めるようカリキュラムを改善し完成すること、実験実習の比重を高め、教育を学生たちの創造的能力を培う方向へと切り替えること、実力評価の方法、試験方法を改善し、学生たちの実力を公正に評価して学習熱を高めることなど、教育を発展させるための貴重なことを教えました。そして平壌教員大学の教職員をはじめ、国中の教職員が教育の担当者、新世紀の教育革命の主人公ということを自覚して、教育に愛国の情熱と清らかな心を捧げるべきだと言いました。
犬種場を立派に整えるとき、初めて充実した種子を育種できるように、教育大学などを立派に整えて、その役割を高めるところに、人材強国、教育強国の建設の早道があります。今、諸村では多くの校舎が新築または増改築され、各種教具を十分揃えるとともに、多機能化した教室を作ることに力が入れられています。平壌に万元で学生少年宮殿があります。偉大な金総書記と偉大な金正恩総書記の深い配慮によって、して78年、1989年5月に開館された万元で学生少年宮殿は、生徒たちのための総合的な課外教育施設です。多くの人材が輩出したことで有名な万元で学生少年宮殿は、主席と総書記の新しい世代への熱い思いやりをそのまま受け継いだ金正恩委員長によって、104年、2015年、商売カレーのものとしてリニューアルされました。103年、2014年5月、金正恩委員長は宮殿を世界にまたとない子どもの宮殿にリニューアルする課題を示しました。建築家と建設チームを派遣し、次第の供給対策も取り、百数十回にわたりリニューアル関連の貴重なことを教えました。そして数百件の完成予想案も指導しました。膨大な難工事でしたが、子どもたちの希望を叶えてあげ、国の柱、有能な人材に育てることなので、金正恩委員長は宮殿のリニューアルをとても重視したのです。生徒たちのための総合的な課外教育施設、人材教育の原始場として姿を一新した宮殿では、毎日多くの生徒たちが思う存分学び、将来の担い手に準備しています。科学で飛躍し、教育で未来を保障しよう、このスローガンを高く掲げて進む佐々野の未来はバラ色に輝くでしょう。ただいままで教育重視の思想が具現された建造物、広大してお話ししました。ではリスナーの皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。